はい、ところです。今、リッターのスコープ付きの武器を持ってるんですけども、前にメイン性能をガン積みして、射程を長くしてやろうってやった動画があったんだけど、その時はね、スコープが付けてなかった分、スプラトゥーンでいう最長射程ではなかったんですよね。で、それに、スコープを付けたので、もう実質スプラトゥーンの中で一番遠くまで敵を倒せる、射程にしました。ということで、今回はこの武器を使って戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今チェックしました。富士坪スポーツクラブの暴れバトルです。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、いろんなステージやっていこうかなと思いまして、プライベートマッチを開き、視聴者さんに入ってきてもらいました。ということで、フレンド戦みたいな形になってしまうんですけども、縄張りバトルなのでね、いつも通り、塗って、射程伸ばしてきたので、長い射程で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょー。結構塗れるな。やっぱ射程長い分さ、塗りもできるんだよね。遠くまで塗れるし、届けてるのかな。あ、微妙にな、なんか微妙にな。わかんないな、ここからの距離が。あ、届いた届いたのでかいぞ。これ、届いたのでかくないか。やっぱ射程長くして正解。近すぎる。これ近すぎる、オッケー。あれ、もういない？あんな遠くまで届くとさ、こんな近づく必要ない。あ、当たった。こんな近づく必要ないんだけど。危ない、猫来た。当たるの、そのボム当たるの。ちょっと、うちの、にゃんこが、めちゃくちゃ暴れまくってます。すげえブレるからやめてほしいんですけど。まあ、猫なので。こう、可愛いので許せちゃうっていう。猫ちゃんって何でも許せちゃいますよね。うい。さすがに。あ、届いた。え、こっから届く？あ、でもこれ普通に届くか。こっからさ、あそことか、あ、無理かな。ただただ単純に俺が下手くそで当たってないだけなのかわからないけど。これはシールとかじゃん、まあ。強いの俺。オーバーフロッシャーの射程一番長くないか？リッターより長くないか今の。リッターの射程超えたんだけど、絶対。いや、それはないけど、絶対に。あれ？どこ行ったんだ？お風呂も意外と射程長いですからね。これだ。あー、ついちゃった。味方ナイス。どばい。そこいるね。ちょっとね、なんか射程長いのにわざわざね、近づけちゃうから、やばい、死ぬ。で、帰ろう。で、帰りまーす。あんだけ、近距離で行くっていう。メイン性能つけてるので近距離で行くっていう。せっかちなんで。当たんない。もうやだ！見ないで！難しいんだよな、スコープ。それか普通に俺が下手なだけ。ん？それやってたい。いや、下降りたか。これは1回目使ってお茶濁してからの OK 倒した。左下多分いると思うんですよね。これはそこか。ここよし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 。意外と届く。最長射程なんで。ただ遮蔽物が邪魔だ。頑張れ。いや、これ一回あれだ。あー、抜けないか。やばい。後ろナイス玉来てるんだよな。負けたかもしれない。なんかの万が一。あ、万が一あった。ありがとうございました。いい戦いだった。ただ、ステージが、遮蔽物多くて、車線通らない。はい、マッチングしました。超ザメ造船のアバリバトルです。よろしくお願いします。ということで。射程うまく使えるようなステージなのかな？だといいんですけど、まあ、ビーバスパークとか狭いステージでいろんなとこ届くのも楽しみなんですけど、ちょっと、塗ってから行こうかな。まあね、綺麗に塗れるんだよね。その、リッター1000で塗れるからさ、瞬間的な塗りみたいなのはないかもだけど、すげえ遠くまで、いや、逆にあんのか、瞬間的遠くまで。最後1本線引くだけでもね、言うか。これ、言うした？届くんじゃねえこれ、俺、射程長すぎ。問題。やばい。いやー、お風呂がやっつけてるよ。下降りたね。
売れ売れ。オッケーオッケーオッケー。わざわざ最長射程を最短射程で倒すっていう。あ、無理。それは、パシャパシャと、向けない？パシャパシャとトラップを駆使して倒せば、いや、味方ナイスナイスナイス、そこナイスナイスナイス。上行っちゃう上行っちゃおう。上から狙撃。はい、登ってきる！オッケーオッケー。もう一人。待って、もうここいる、ここいる、ここいる。いや、近すぎ、近すぎ。あ、近すぎ、近すぎだって。あ、抜けて。ここ、風呂。あ、ナイス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 。いや、近すぎた。近すぎだよ。あ、やれない。あ、ラッキー。これ降りてない？そこまだいる。まだいるな。左ちょっと俺見とこっか。いや、帰っていくか。見とっちゃおう。いや、ミニフィッシャー当てづらい。一回やめたらスティング回復しつつだな。これ登ってこないだろ。登ってきてる。オッケー。雨のダメージが。あ、抜けない。いや、味方ないっすよ、これ。これ味方ないっすよ。おるな、おるな、おるな。よしよし、これ来たら抜こう。この射程で。あ、これ届けばない。メイン性能の意味があるんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー。ここで届くんだ。いいよ。すごい、いた。降りてる。んー、もうそんなとこいるんだ。こっちも。いや、これは味方が頑張ってくれる。ナイス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 。そっちか。抜けてる？もしかして。うん、こっち押さえてた方がいいのか。来るこれ。そっちか。うん、なんか、いろんなとこに敵が。ただこれね、射程でこれ抜ければね、アドバンテージが。これだ。あああ、マジか。いや、なんか遠すぎると俺も当たんねえや。でも、スペシャルは貯めるからな。いっぱい塗れることに。あ、なんかいる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 。これまずい、これまずい。これやばいかも。でも相手ピンチついてるから、あえて死なずに。やべ。やべ、やべ。これだ。あ、抜けない。もういいや、なんか射程長いから、塗りまくる。敵陣地を塗れば。いや、これ最後、です、でかいかもしんない。ただ追いかけてもらった。これ勝ったわ。リッター塗れるわ、やっぱ。ありがとうございました。これ、キルができない分、長射程で塗れるみたいな。最後、線引けるっていうのがでかいかもしれない。はい、間違えました。アンマ美術大学。ステージをいろんなステージで変えられるのが、フレンド戦のいいところでございまして。ちょっとバケツ怖いな。バケツ。プロがね、射程長く感じるよね、やっぱね。今日やってると思うけど。で、なんか自分の武器って射程短く感じるし、相手さんが使う武器って全部射程が長く感じるんだよ。特にノバブラスターとか使ってる武器は俺そう思うんだよね。なんでなんだ？中央されちゃった。あ、それでやれるんじゃない俺。あ、届いてるね。届いてると思う。ただ普通に外したら下手なだけ。多分これ届く。やべ。いや、そのバケツ危ない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 。いけないか。いや、ごめんな、なんか、ただ単純に下手なだけです、これ。多分届いてると思います、皆さん。メイン性能の力を発揮できてないのは僕のエイム力だと思います、これ。ごめんなさい。危ない。もっと練習していきたいんだけど。おお、届いた。自分でもびっくり。いやー、これ狙われてるの怖い。なんか登ってきてるぞ。無理。いや、これ一回行けよ。いや、ナイスカバー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 、マジでナイスカバー。で、俺がこれ抜ければ、でかいんだけど、左行っちゃった。おぉ、ナイスだよ、ナイスカバー、ナイスカバー、ほんとに、ナイスカバー。これ来る。そうそう、来る。パシャパシャ。最長射程、最長射程。最長射程の最短射程。ほんとに意味のない。ほら、あと一発だ。オッケー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 。みんなの、リッター狙ってきてくれる。ちょっと跳ねてるよ。いや、ナイスナイス。でもアシスト入らないか。なんか集まってくる、めっちゃ。これどうだ、どこ、あ、惜しいな。これがやれるわ。今のこれ届くのいいね。ただ動いてる敵に当たらない。なんで止まってる敵にしか当たらないんだ。当てやすいからなのか。
いや、割とここからでもね、敵の高台届くんだよ。あ、ほらほらほら、みんな見た今。届くの。すごくない？これメイン性能ですよ。あ。ただ、上手い人が使うと、みんなみたいに上手い人が使うと、もっと強いんだけど、みんなみたいに上手い人が使うのね。自分が当たらないからみんなを褒めて、自分を守るスタイル今。みんなは当たるから頑張れみたいな。人任せな、流動的なスタイル。敵いない。まだね、ほら。ほら。うん。パシャパシャ。おい、ラッキー。スーパーチャクチ届くね。ガチで長くね？ほらほら、ガチで長くね？ありだな。スコープつけてなかったら当たんないかもしれん。逆にスコープつけてなかった方がいっぱい当たるかもしれん。ありがとうございました。まあ、近くの敵はね、難しいですけど。遠くの敵に当てるのが、なんか、すごいちょろくなる。メイン性能。ありがとうございました。